ば、ドラは言いそうです。一応入局した場合は水谷一人テンパイなら、トップ、はい、ですが、ですが一人テンパイなんてありますか。どうでしょう。麻生はめちゃくちゃ推し読ですよ。この曲麻生は教託が2本あって、これ満願を積もると2着ですか。はい、満積も2着、羽積もトップですね。はい、さあこちらはペイちゃんの西馬の手配。あ、チートイツのイーシャンテンじゃないですか、あれ。こちら親の水谷、なんちゃの相川がこちら役配ではない、シャーガトイツ。こちらペイちゃんの、あ、ごめんなさい、シャーちゃんの麻生ですね。こちらペイちゃん西島、あら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 、自配手の中に残していきますね。これはチートイツですか、完全に。まあもうこれはそうですね、チートイツってハイパイに書いてありましたからね。なるほど、説明書付きでチートイツをやりなさいと。まあ本当はね、あのチートイツって最後オーラス上がりトップとかあんま微妙ですけどね、はい、まあ、上がりづらい、テンパりづらいし、まあテンパしちゃえばね、町がいい町選べば上がれなくはないんですけど、はい、テンパするまでが結構遠いんで、ハイパーイーシャンテンとはいえ、うんうんうん、追いつかれちゃうとね。さあ相川もイーシャンテンですよ。さあ相川もイーシャンテン、ここはシャアを切って、これは打点を見てる感じですか。そうですね、ちょっとでも素点を稼ごうっていう。しかしチートイツイーシャンテンですよ、もう。はい、おお、でもドラ引いてきた、お見事。イーシャンテン復活、ドラのイーソーを引き入れてイーシャンテン復活。ここはローソー切っていきますか。はい、もうドラ絶対使い切りますからね。リーズもドラドラで漫画にしましょう。さあ、そう、もうこれは半歩前進ですか。これはつもぎっていく、うん、まあもう面ピンツもドラドラみたいな感じになってるんで、はい、まあもうなんか Q1 カンパワンとかはいらないかなっていう、うんうん、むしろローピンローピンって聞くとね、あの面ピン、面ピンイペーコア赤で高め、高め休みなしになるんで、あ、はい、これはちょっと話しようかな。3ワン3ワンか、これで678の3色がちょっと見えますか。そうですね、あの今までのだと羽マン積もするにはローピンローピンってローピン2枚引かなくちゃいけなかったんですけど、はい、あのこのローワン引いたことによってローピン1枚 B だけで済むんで、はい、さっきよりちょっと確率上がってますよね、うんうんうん、さあ丁寧に羽マンを狙っています。あ、そう、これでもう少し手広くなったか。ただちょっと選択肢が多いんですよね。面単品ドラ、面単品赤裏でツモ上がり狙うとか、三色とか、結構こっからハネマンルートがいろいろあるんで、はい、ちょっと難しくなったかもしれない。お、水谷はタンヤを、まあ、上がりきり狙ってますね。しかしこれはリーチだろう。はい、そうですね、このローワンを引き入れて相川が関連像待ちのリーチ、ドラドラのリーチです。少しでも素点を稼ぎましょう。はい、さあ関連像は山に、手で2枚使われているので場にはゼロ、山に2枚いますね。そのまま2枚、はい、はい、まるっと2枚います。さあこのリーチを受けて西島ペー短期でテンパイしていましたが、がこのパーピンは自身で切っている牌、そして取ってない、補充できないですからね。はい、ここはペーを選択、フリーテンパーピン短期。対して水谷はちょっと進みましたね、今パースを引いて。水谷はだって羽マン打たなきゃ着落ちしないですからね。なるほど、マンガンを補充しても2着のままと。押しやすいですね。これはあんこになるリャンワン、しかも通ってない。まあ万が一にも補充できないですから、はい、E1 落としますか。ただ後々苦しくなるんだよな。でもそう、後々苦しくなるならから今のうち勝負しとけだったらもうパーピン打ってないとダメなんですけど。リャンワン打ちましたね。リャンワン打った、はい、すごい。3ワンのワンチャンスか、はい、なるほどね。うち比較的打ちやすい配慮あるんですね。パーピンはもう思いっきり無筋だけど、現物ではなくそれでもリャンワン切りましたね。はい、この粘りがこう押すか、うん、どうなるのか。あ、これ678の3色に、あーすげー、これは振り点のパーピン短期を積もりました。西島800、1600は900、1700。あー粘った甲斐がありましたね。このリャンマンプッシュすごかったですね、うん、振り点のパーピン短期を積も、はい、1回戦が終了いたしました。順位の確認をしていきましょう。トップはオーラス、チートイツを積もりました西島。2着は水谷、3着は麻生で、4着は終始苦しかったですね相川といった並びで終了いたしました。
麻雀スリアロチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。